はい、皆さんこんばんは、瀬尾前です。今日もですね、イオンモールの明るい新都市に来ております。千葉県千葉市美浜区、JR 京葉線幕張豊砂駅から、すぐ目の前のイオンモール。ただ幕張豊砂からここまで来るのに、ショッピングモール自体は、ね、駅前なんですけど、ここまで来るのにね、広すぎて10分くらいかかりましたね、はい、ここグランドモールという駅から一番遠いところなんですけど、でね、前このハッコンという、ね、お店にですね、来て、その後火鍋ね、火鍋がここの1階なんですけど、で、あともう1軒しゃぶしゃぶ、もうしゃぶしゃぶですね、ハッコンもしゃぶしゃぶなんだけど、で、その火鍋もまあしゃぶしゃぶでね、かな。さらにこのお店、このお店のハッコン来た時にはなかったと思うんだけど、最近できたみたいなので、ちょっと行ってみたいと思います。宮崎切り峰っていうか、切り峰だよね。それはない、セーフではない、セーフなのかな、どうなんだ、スープは選べる感じかな。もつ鍋もある、あともつ鍋もある、あとは午前メニュー的なのもあるのかな、すき焼き重とか懐石、そしてあとは普通のしゃぶしゃぶかな。やっぱ切り身ネギが一番メインでしょうね、さすがに。六穀豚っていうのもあるのかな、宮崎県、宮崎県のに行くって感じ。あと松阪牛もあるのかな、松阪牛もある。セットで4000円、セットなのに食べ放題じゃなくて4500円。野菜は長いパプリカとか水菜いろいろあります。すげえ、前はいいですけど、今平日の6時過ぎたところなんですけど、店内はかなりガラガラ。食べ放題が、お、時間延長サービス、普段は70分だけど今日は90分みたいですね。まあさすがにちょっと70分短いな。牛豚しゃぶしゃぶ食べ放題が3000円ぐらいですかね、はい、あとは牛肉しゃぶしゃぶセットもある。だからセットと食べ放題両方あるんですかね。セットだと安くて1700円、豚肉は1700円、食べ放題だと2000、3000円近くからあるって感じですかね。すき焼きももつ鍋もあるということですね、はい、ドリンクバーはあるのかな。一人一鍋って感じですかね、はい、だからかなりいいですね。メニューはですね、普通の黄身牛セット、これが多分メイン看板メニューって感じなんですかね。単品追加の肉もある、一皿1000円近くもするんだ。あれ、ソフトドリンクもしくはデザート120円で出そうです、はい、あとは豚肉、六穀豚、あとは普通の多分これオーストラリア産ってことかな、このオーストラリア産の牛肉のしゃぶしゃぶセットだったり、ミックスセットだったりですかね。セルフコーナーで漬けだれや薬味だそうです。そして懐石もある、懐石いいね。すき焼きでもいいな。あとは豆乳しゃぶ鍋、豆乳味噌しゃぶ鍋、トマトしゃぶ鍋、キムチチーズ鍋、甘辛マーラーしゃぶ鍋、ちょっとなら変わり種のスープってことなんですかね。あともつ鍋もある、なぜか博多のもつ鍋もある。これも美味しそうだな、これも迷うな。ただやっぱ、まあ、食べ放題もある。
だし汁は基本特製和風だしだそうです。でプラス300円でトマトだしだったり豆乳だしだったり今からもあるだし、今塩レモンだしキムチだしもあるようです。ただ食べ放題コースの場合はですね、3000円から豚肉もしくは牛豚もしくは六穀豚、六穀豚にするとお皿さんの牛肉もついてきます。あとは切り身ね牛っていうかね、切り身しかわかんない、切り身ね牛だね、はい、を食べられる。これが豪華なコースが5000円もするんだ。でソフトドリンク飲み放題600円ですね、はい。コーヒー、オレンジジュース、レッドグレープフルーツジュース、バブルジュース、コーヒー、ラジネール、じゃあ、はい、あとは単品ですかね。アイスもある。アイス1品つくのかな、食べ放題だと1品つくみたいですね。選べるデザートがほうじ茶アイスもしくはミルクジェラートでそうです。はい、はい、以上。あと松阪牛もある。これは食べ放題はないみたいですかね。しゃぶしゃぶセットがさすがに高すぎて食べ放題ないのかな。セットですらこの値段だから。でお肉倍にしたら8000円もするからね。はい、ということです。ミミネギをしゃぶしゃぶ食べ放題コース、はい、お出汁が白だしかすき焼きだしかお選びいただけます。白だし、白だしで決まりました。じゃあ食後にほうじ茶アイスかミルクジェラートをつけすることが可能ですが、どちらにお選びますか。ほうじ茶アイスで、ほうじ茶アイスで、はい、決まります。あとソフトドリンク飲み放題で、ソフトドリンク飲み放題ですね、はい、決まりました。でメニューをお伺いいたします。オレンジジュースで、オレンジジュースで、はい、和風だしって感じなんですかね。チャレンジしてみます。ちょっと日本でのメニューもありますので、はい、こちらからご注文お願いします。奥に薬味コーナーがあって、ごまだれ、ポン酢、塩レモンだれ、特製のだれ、和風そばつゆ、マーラー中華だれ、ピリ辛ごまだれ、6種類もあってね。あとはトッピングというか、薬味か、わさび、柚子胡椒、赤ティーみたいな、オリーブオイル、ガーリックオイル、オリーブ油、焦がしオイル、トウモロコシ油、韓国唐辛子と、あと一味唐辛子と、あとすりごまがある。薬味コーナーなかったやつかな。食べ放題ってさすが一応、切り身ネギューのコースですね。切り身ネギューロコホブッタ、あとはオーストラリア産の牛肉とカナダ産の豚肩、国産鶏胸も食べ放題。さすがにこの2つで攻めようと思いますけど、で野菜の盛りがハーフもあったり、キノコ盛り、京都マロン、臭いご飯、臭いの気持ち、薬味は食べ放題ですね、はい。デザートは一人一品チョコレートに行ったね、はい、以上です。ここ
ちょっと全部持ってくると、その種類持ってくるの大変な、大変とか置き場がないんで、5種類持ってきました。ポン酢、王道のポン酢ごまだれと、あとすりごま入れました。あと、中華、マラ中華、あれ、あとはそばつゆと、レモン、塩レモンだれ。じゃあもう煮えてきたんで、いけるかな。はい、あっという間に2枚完食です。もう美味しいんで、もうパクパク食べられます。でもう5枚注文してあるので、次その間に野菜を入れたいと思います。結構団体のお客さんが来まして、結構賑やかになりました。豆腐だった、これは紫キャベツもある。白菜ですよね。水菜もあるかな。どうし、舞茸か。えのき。失礼。茶えのきかこれ。外国人っぽいですか。ベトナムかな。おかわり5枚です。あれ、6豚、まあいいや、いただきます。あとやっぱさっきの牛肉5枚で、6豚持ってきました。2種類か、バラとロースかな。じゃあいただきます。豚肉、豚肉はよく色は変わるまでですね。あ、ポン酢でいいかな。いただきます。赤ぶどうジュース濃厚で美味しそう。はい、最後締めのうどんですね。わー、入れますね。はい、なんとね、ソフトドリンク飲み放題を注文すると、このアイス食べ放題だということで、結局本当は1人1品なんですけども、ソフトドリンク飲み放題を注文すると食べ放題になるということで、1個ずつもらいました。ミルクジェラートとほうじ茶アイスです。あとウーロン茶、最後にいただきます。じゃあまずミルクからいきます。赤いよかった。濃厚だ。ドライフルーツか、これがいいか。ミルクの味だ、しっかり。
ぱね、ドリンクもレベル高いですね。赤ぶどうジュースめちゃくちゃ美味しかった。デザートもなかなかレベル高い。ほうじ茶アイスいきます。すごい。普通に美味しいです。ほうじ茶アイスだから珍しいからね。キリミネ牛ね、霧島連峰の略なんだね。キリミネって、柔らかい赤身と程よい脂が美味しい。そうね、脂がだからそんなに多くはない。霜降りではないんだけど、赤身が多いんだけど柔らかくて、ね、赤身がとにかく美味しいですよね。だからでこだわりがやっぱ安心の一人一鍋ですね。でお出汁汁は日高昆布と、かつお節、瀬戸内産煮干しイワシの塩出汁だそうです。はい、ごちそうさまでした。お会計6006円って言ってね、結構するね、やっぱり。まあただそれだけ高級だったね。やっぱ肉もめちゃくちゃ美味しかったし、ドリンクもレベル高いし、アイスもねとにかく美味しかった。ほうじ茶アイスあの後1回さらにおかわりしましたけどね。そう、ブドウジュースはね、赤ブドウジュースめちゃくちゃ美味しくて3杯ぐらい飲んだから、美味しすぎたね。もうお肉も結局8皿かな、全部もうペロリと食べられました。ということで宮崎切り身ね、イオンモール、まあ、会社新都心とあとイオンモール、越谷レイクタウンですね。イオンレイクタウンに、2店舗あるみたいなので、チェーン店ではないのかな。なのでよかったら皆さんも足を運んでみてください。ということで宮崎切り身イオンモールの会心たちでの紹介でした。最後までご視聴いただきありがとうございました。概要欄のチェックもお願いいたします。そして、このマークサクッとボタンもぜひよろしくお願いします。あと概要欄チェック入れたら、あとはコメントも気軽に。以上で失礼します。